司法書士の仕事を高校生に知ってもらおうと、茨城司法書士会がこのほど水戸市の茨城司法書士会館で司法書士の一日体験を開きました。今年で4回目になるんですけれども、毎年高校生、県内の高校生を対象にですね、司法書士の職業を体験していただこうということで、目的としてはですね、高校生の職業選択の機会を広げようということを目的として、あとは司法書士の PR ということで、この授業が始まりました。この催しには県内の高校生15人が参加し、会長室で1日司法書士の委嘱状が交付された後、司法書士の仕事内容を紹介する DVD の鑑賞や、現役の司法書士に指導を受けながら登記申請書を作成したりしました。戸籍謄本っていうのを法的な証明書としてつけて、実際に私は子供です、私は奥さんですっていうのを、証明するんですね。それを依頼をしている人が必ず本部で、これをこの3人、倉本さんと陣太郎さんが申請書と委任状かな。書類を作成した後は水戸地方法務局で申請書を窓口に提出し、一連の流れを学びました。もともと法律家になろうと考えてて、なんか思ってたよりも複雑で、実感できることが本当にこれからの将来に生かしていこうと思います。相続登記のやり方とか書類がいっぱいあって勉強になりました。将来はちょっと法律の関係の仕事に就きたいなって考えてて、なんかやっぱり難しい言葉ばっかりで結構理解するのが大変だったんですけど、いろいろ知れてよかったと思います。